ボツさん、ボツさん、はい、ボツさん、ちょっと。なんすか。ちょっと来てください。まあ、急ぎですか。ちょっと急ぎですか。ちょっと今手洗ってるんですけどね。ちょっと来てください。わかりました。はい。あ、思い出の。思い出の木がまだありますね。あれ？あ、なんすか。これなんか4トン来てますよ。あれ？めっちゃ綺麗じゃないですか。あれ？もうちょっと先言ってた気がするけど、はい、4トン来ましたね。来ましたね。4トン新車ですよ。新車です。4トン、はい、イスズやったんですね。イスズですね。はい。前のやつですね。前あれ？違う？今のやつか。あ、違う。新しいやつですよ。これ新しいやつですよ。新型フォワード。はい。あ、綺麗です。めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗です。はいはいはい。じゃあちょっと中も紹介します。中も紹介しましょうか。はい、あ、ほらこれ。あ、縦になってますね。開かないです。開かない。開かないですね。誰がいてますか。今いないですね。では内装紹介。内装紹介しましょうか。はい。しましょう。内装紹介。はい、ハンドルはこの位置で。この位置で。はい。はい。椅子もこの位置で。椅子もこの位置。ベッドもあの位置で。これミッションですね。これミッションです。はい。でサイドブレーキもあんな感じで。はい。はい。中にセンターコンソールですか。ありますか。あ、でもこれ助手席のシート分かりにくいかもあるので、ちょっとかっこいい感じしません。スピーカーもちょっとかっこいい感じになってますね。なってますね。はい。はいはいはい。この鍵ないトラックの内装紹介するって斬新ですよね。ですね、ですね、はい。で後ろもベッドスペースがあって、はい、カーテンもついてて、ついてて、はい、エンジンもついてて、エンジンもついてて、いや分かりませんよ、これエンジンはかけてないか分かりません、かけてないか分かりません、ついてそうですか。ついてそうですね。分かんないけどね。はい。で、アルミ鉄筋ですね。はい。このスペースいいですね。ここね。あ、歯止め。はい。歯止めあります。歯止め。ロープつけなきゃ、ね。ロープつけなきゃ、ね。あ、パワーゲートついてます、ね。あ、パワーゲートついてますね。何の仕事するんやろこれ。ボスさん。はい。虫おるから戻りました。虫めっちゃおるから戻りました。はい。虫。最大積載量30キロ。はい。あ、これね。これね。これの30キロね。このフォワード最大積載量30キロ。いや、びっくりしますね。はい、はい、はいはい。うわ、これケツとかちょっと見たいですよね。はい。いや、虫おるけど頑張るし、ね。虫かな。これでもね、全くほんまに未経験のドライバーが来て、はいはい、乗ってて、はい、倉庫で、はい、さん今日の荷物ちょっと3トン200ぐらいあんねんけど、このトラック積載なんぼかなって言われたら、その新人は慌ててこう来るでしょ、はい、あ、このトラックですか、最大積載量あ、30キロですねって言って、はいはいはい、で帰れ言われる。なりますか。じゃあ後ろ、あ、後ろテールめっちゃかっこいい。あ、テールかっこいいですか。あ、虫が来るけど、あ、もう全然もうベーシック中のベーシックがついてますね。はい、いいですね。もうパワーゲート、これパワーゲートで遊びますね。今度ね、遊びますね。またこの機会やったら社長に言って、はい、言ってパワーゲートでちょっと遊ばしてもらって、違う、あ、運ばしてもらって、運ばしてもらいましょう。運ばしてもらいましょう。はい。でも綺麗ですよ、めっちゃ綺麗。あのプリウスを頑張れば詰めるかもしれないですよね。パワーゲートを。無理でしょ。無理ですか。うまいことやれば。今やってみましょうか。やってみましょう。次ね。幅的にはいけるでしょ。幅的にはいけるはずなんで。長さもいけるし。はい。はい。いいですね。はい。ピカピカじゃないですか。ピカピカですね。はい。4トンもアドブルーなんですね。ほんまや。タンク200タンク。はい。ボツはもうステップをやめてこれでいいんちゃうんですか。どうも。はい。積載。積載。1トン。はい。いや。数字。ステップアウト。数字取れますかね、このポンポン。これまた別の。別しましょうか。はい。ということで。はい。イスズ。フォワード。紹介でした。ほんなら手洗ってきてください。もう。はい。わかりました。はい。